私、もう指原先生のマッサージじゃないと満足できないかもしれません。洗濯してもらった上にマッサージまで、すみません。そうでした、マッサージ代を。なんでそれを。実はそうなんです、小説家を目指していて。おかしいと思いますか。ありがとうございます。むふふ、お孫殿、春山とのデートはどうだったのじゃ。もうちょっと何かあるはずなのじゃ。愛しさが爆発して愛のマッサージをしたとかあるはずじゃ。特別な感情なしにするとは。お孫殿、意外に手が早いのじゃ。早いんじゃな。安心するのじゃ。そういうのもおそらく多分どこかで需要があるはずじゃ。この話は終わりなのじゃ。お腹すいたのじゃ。何か食べるものが欲しいのじゃ。若いのに寂しいやつじゃの。先代なら女子と毎日のようにデートしておったぞ。じゃがまあ、行く先々で蘭城の小娘に小言を言われておったがの。お孫殿も気をつけるのじゃ。こういう日に限って小娘と鉢合わせることになるからの。この時間は何をして過ごすかの。どこかに出かけるのか。なんじゃ、買い物か。誰かのよ、気分転換にでも行く。散歩の定番コースじゃな。わしも気分、楽しいことをしに行く気配が。わしも映画が見た。た気分、誰かの様子でも見に行くのか。メイがライブをしておるかもしれんの。なんじゃ、忘れ物。買い物か。なんじゃ、忘れ物でもしたのか。あら、おはよう、あつし君。忘れ物？まあ、ダメじゃない。家を出る前にちゃんとチェックしないと。
そうなの。午後から予定が入っているから、今のうちに買い物に行っておこうかなって。ありがとう、あつし君もね。お客さんを待つとするかな。あら、あつし君じゃない。こんにちは。掃除をして感謝してくれるのはあつし君ぐらいね。ううん、掃除は日課みたいなものだから大丈夫よ。それに大家さんとして建物の掃除をするのは当たり前じゃない。そういうものなんです。あ、そうだ、あつし君に聞きたいことがあったの。違うわよ。最近ね、よく猫の鳴き声が聞こえてくるの。野良猫ちゃんなのかもって思ったんだけど、どこかの部屋から聞こえてくるみたいで。何か知ってる？そう？私の勘違いかしら。そうね、今まで許可したことはないかも。私に何か隠し事してるんじゃない？それじゃあお部屋を見せてもらうわね。